坂本八太郎は埼玉県蕨市出身の元プロ野球選手、宇藤右打ち。2010年の登録名は、八太郎。広島県広島市で男ばかり4人兄弟の第二、子として生まれ、父親の転勤で小学校入学直前に埼玉県蕨市に転居した。埼玉県川口市で育つ。中学卒業直前に実母がいがんで逝去 浦和学院高校へ進学し、1年生の夏から、ベンチ入りする。2年生の夏から、エースナンバーを背負うが、当時は公式戦や練習試合でも打ち込まれてしまうことが多く、選抜出場を目指して迎えた、秋季大会でも早々に敗退した。3年時は、春季大会で、埼玉栄高校に打ち込まれ敗退したが、各期大会までに急成長を遂げ夏の甲子園に、出場。 埼玉県大会決勝では、中里厚史を要して、優勝候補筆頭だった春日部競泳高校を、サヨナラ勝ちで下した。なお、サヨナラだとなった、中前安打で本塁を落とし入れたのは、坂本で、非凡な走塁も見せている。甲子園でも滋賀県立八幡商業高校戦で1試合19、脱三振を記録した。2回戦で、福岡県代表の柳川高校に敗れたが、 それでも16奪三振という投球を見せた。同年が秋、ドラフト4位でヤクルトスワローズに指名され入団した。1年目の2001年は2軍で、先発投手として起用され、6勝6敗、防御率3.15の成績を残したが、1軍登板はならなかった。翌2002年になると開幕1軍メンバーに選ばれ、4月3日に1軍初登板。中継ぎでを続け、 5月12日には初先発の座を勝ち取る。5月24日にプロ初勝利を記録、くしくも同日は坂本自身の誕生日であった。その後はカチに恵まれず、最終的には3勝9敗という結果に終わったものの、100奪三振、防御率3.68の好成績を残した。第15回アイブフインターコンチネンタルカップ日本代表に選出された。なお、 6月13日の対読売ジャイアンツ戦では、8回、1島で無安打に抑えながら、元木大輔に本塁打を打たれて、ノーヒットノーランを逃した。なお、9月12日の阪神タイガース戦で、先発投板に関しては、本来、山部太志が先発予定だったところ、手違いから、翌日投板予定の坂本の先発投板が告げられ、 急遽登板することになったものであった。2003年には背番号11を与えられるが不審に陥った。同年オフに浦和学院高校の一期後輩の一般人女性と結婚した。翌2004年も一軍定着はできなかった。2005年は開幕一軍入りを果たしたが4月半ばに右肩通により一軍登録を抹消。8月には 足首の手術を行っている。2006年に背番号を45に変更。主に中継で1軍30試合、2軍25試合に登板する。8月18日の大阪新戦では、先発登板したものの8失点と乱れ2回途中で降板し、翌日には2軍降格を命じられた。2007年は開幕から2軍で主に抑えとして高騰。 これが評価され8月3日に約1年ぶりに1軍に昇格。しかし1軍では結果を残すことができず、ほどなくして2軍に降格した。その後も2軍で抑えを務め続け、45試合で防御率2.03、イースタンリーグ新記録となる18セーブを記録し、最多セーブ投手のタイトルを獲得した。2008年1月18日に、川島慶三。 橋本義高、押本武彦との交換トレードで、藤井周吾、三木はじめと共に、北海道日本ハムファイターズへ移籍することが発表された。春季キャンプからオープン戦にかけて、校長を維持し、開幕1軍入りを果たした。開幕2試合目の3月22日、対千葉ロッテマリーンズ2回戦の7回表、同点の場面で移籍後初登板したが、敗戦投手となる。 しかし以後は立ち直り、主に負けている状態で試合を立て直す役割を与えられ、シーズン自己最多を上回る6勝を記録した。2009年11月26日に、加藤武春、松井江拓広関口雄大との交換トレードで、稲田直と松山ケツと共に、横浜ベスターズへ移籍。移籍後は、登録名を、八太郎に改め、背番号は13。 2010年は、中継ぎで29試合に登板。1勝1敗5ホールド、防御率3.03の成績に終わった。9月10日の対中日戦で、和田和弘を打席に迎えた時、保守、竹山慎吾が立ち上がって、小石球を要求するもストライクボールを投球。和田や竹山を驚かせた。2011年1月20日。 大沼工事との交換トレードで埼玉西部ライオンズに移籍。移籍をきに登録名を本名に戻し、背番号は37。2011年5月9日に一軍昇格を果たすと5月14日に移籍後初ホールドを記録した。2013年10月2日に球団より戦力外通告を受ける。12月13日に今季限りで現役を引退することが分かった。 知人を介して、株式会社アスリートプランニングの山崎代表と知り合い同社に入社。2015年5月には、同社の新規事業として、ベースボールワールドというスクールの開校、専属コーチに就任。その一方で、2013年に設立された埼玉県のクラブチーム、新並で選手権任コーチとしてもプレーを続けていた。 前述のように2003年をオフに結婚し、現在は女児二人の父親である。相手の女性は2011年シーズンより同僚となった平尾博次の十枚であり、両者は隕石関係にある。名前の由来は三菱財閥の創始者、岩崎や太郎。学生時代から不器用であることを自認していたため、プロ入り後は試合や練習の当日に、 朝のランニングを欠かさなかった。さらに、一軍へ定着してからは、自身の意思で練習の2時間前に、救助入り、練習までの時間を、自主トレーニングや体のケアに当てた。現役を退いてからは、このような経験を踏まえて、練習を続けることへの意識づけを重視しながら、小中学生に野球を教えている。坂本自身も、野球の上手くない子が少しだけ、 うまくなるのではなく、地道に何年も練習を続けながら、徐々にレベルを上げられるように指導したいと述べている。ヤタロに関するカテゴリー、ありがとうございます。